4バルブのシリンダーヘッドトヨタ 4AGE 三菱 4A30 マルチバルブとは4ストロークエンジンの導弁機構において1気筒あたりに3個以上のポペットバルブを用いるものを指す近年の自動車用エンジンでは吸気及び排気にバルブを2個ずつ設けた4バルブ形式が主流となっている2ストロークエンジンでは事情が異なりユニフロー送気ディーゼルエンジンでは マルチバルブでも、頭上の4弁すべてが排気バルブである。レシプロエンジンの高出力化には、高回転化、周道抵抗の低減、急排気効率の改善などが図られる。体積効率の向上には、ポペットバルブの体系化も有益だが、同弁系の完成質量が増大し高回転化の妨げとなる上、密封性などに問題を生じる。 そのため1910年代後半以降は特に大出力が追求される航空機用やレーシングカー用のエンジンにおいて従来の吸気側及び排気側に1個ずつバルブを設ける2バルブ形式に代わって3個以上のバルブを設けようとする試みが行われてきた。マルチバルブでは2バルブ形式に比べてバルブの有効開口面積が広がり バルブリフト量が少なくて済むため、ショートストローク化と合わせて高回転化が可能になる。同様に、バルブ系が抑えられるためバルブハサミ角の縮小も可能となる。その反面、構造が複雑化して部品手数が増える、適合するボア系や回転域が限られるといった点がデメリットである。なお、特に4バルブの場合に、 点火プラグを理想的な位置である燃焼室上部の中央に配置することと相性が良く、燃焼室の形状も理想である半球型に近づけることができることから、4バルブとした形態が最もオーソドックスであり、レース用エンジンなどコンベンショナルな構成を胸とするようなエンジンをはじめとして、もっぱら4バルブの採用が多いが、それ以外とする試みについて以下で述べる。市販車では、 最多で5バルブのものが市販化されている。しかし、4バルブに比べて燃焼室形状が変平で、表面積の広い多球状にならざるを得ないため、熱損失が増す、火炎電波が良くないなどの問題点がある。中でもポート形状の不統一から吸気が乱流になり、気筒内にタンブル流を作りにくく、燃焼制御の妨げになることが忌避された。これらの理由により、 市販車では製造コスト増に見合う効果が得られにくいと判断された結果、現在では高性能エンジンも含めて4バルブ、ペントルーフ型燃焼室が主流となっている。4バルブエンジンの吸気側にバルブを代償に分けたものもあり、同じ系のバルブを2本用いるよりもバルブ面積を大きくできる場合があり、吸気効率が改善される一方、部品の種類が増えてコスト増となる。 一方で最新の設計のエンジンであっても、ホンダのように、小排気量エンジンでは4バルブを用いず、より摩擦や熱損失の少ない2バルブを採用している例もある。排出ガス対策の一環などで燃焼効率を改善させるため、吸気2バルブ、排気1バルブという変則的なバルブレイアウトのエンジンも存在した。1912年に、プジョーがレーシングカーで、 人をあたり4バルブを用いたのが最初とされる。その後、航空機用エンジンの空冷性型エンジンでは2バルブ、水冷、A、V 型エンジンでは4バルブが用いられた。しかしながら、自動車用エンジンとしては一部の例外を除いて、レース用であっても2バルブが、主流の時期が長く続いた。1960年代の F1 に、ロードレース世界選手権での経験を活かして、 ホンダが4バルブを持ち込んだ。その後、DFV エンジンの成功もあって、レース用高性能エンジンとしてのマルチバルブが定着する。1980年代後半からは、トヨタのハイメカツインカムを発端として、市販自動車においても、DOHC と共に4バルブが普及した。ホンダでは1970年代末より、入り混じり小一郎らのチームが、 4バルブ1プラグの2つの気筒を1つにつないだような小判型長円状のシリンダー及びピストンを持つ1気筒あたり8バルブ2プラグにコンロットを備えるダイエンピストンエンジンの開発に取り組んだこれを搭載した NR がロードレース世界選手権などに参戦したものの目立った成績は残せなかったこの打炎ピストンエンジンはホンダが関連特許を固めてしまったため ライバルメーカーのヤマハは対抗上、通常の円筒シリンダーのままで超多弁化する基礎研究に着手した。1気筒あたり7バルブ2プラグまで試作した結果、5バルブ1プラグ前傾直列4気筒の画期的なコンセプトを持つ FZ750 を1985年に市販化した。その改造車が同年の鈴鹿八時間耐久労働レースで圧倒的な優速を見せた後、 その他のレースでも活躍した。また、ヤマハは、同機構を、回2、回1エンジン、モトクロスマシン、ロードレース世界選手権マシンなどにも採用し、優れた実績を残した。ヤマハの躍進が契機となって5バルブ形式が一躍脚光を浴び、1980年代後半から1990年代中頃に、かけて一部で、ブームが起きた。 日本国内市場では1989年に三菱、ミニカのホッテストモデル、弾丸ダブルゼータに量産四輪車としては、初の5バルブ形式となる 3G81 型が採用された。その後、1991年以降に登場したトヨタのカローラシリーズをはじめとして、それらのスポーツグレードに搭載された4 a GE 型にも採用された。開発元のヤマハ発動機が、 積極的に商品展開していた。これは現在の自動車用で一般的なシリンダーあたり1プラグの場合の話であり、2プラグの場合には違ってくる。実際にはペントルーフ型。例外としてホンダ n R の8バルブが存在する。5バルブについては9機を3バルブ、排気を2バルブとしたものが主流であるが、少数ながら、 排気を3バルブとしたものも存在する。IDSI を参照。その後 FI へのレギュレーションによって規制され、エンピストンは各種競技から事実上締め出されている。ニューマチック機構を用いずに、V 型4気筒 1000cc で2万 RPM を達成し、本来 n R に肉迫した。ケニー・ロバーツ、ヒラ・タダヒココンビは一度も主意を譲ることなく独走したが、 レース終了30分前で故障によりリタイアした。マセラティは同時期に9排気ベントも3つの6バルブエンジンを試作している。レギュレーションによる3リットルへの縮小に伴い、適合ボア系を外れるため廃止。ありがとうございます。